TBS です、こちらですね。高さ的には目線の高さぐらいで、すごい。じゃあここにいろいろかけれるんだ。それやるときもいつも風が強くて、なれば一番簡単な。いい感じですね。だってね、純っぽいね。いいわ。ハイカータイム。はい、皆さんこんにちは。ハイカータイムの JK と TBS ですそういうテンションじゃないかそれ。あ、そんなテンションじゃない。そういうテンションじゃない。今日ですね、ちょっとジャキさんの、こちらですね、ハンモックをね、貼っていきたいなと思うんですけども。はい、ジャキ、これ、はい、お金払ったっけ？まだ払ってない。まだ払ってない。まだ商品。まだ商品。一回貼ったけどまだ商品。お金払ってないけど一回貼ってんだよね。そう。で、客室厳密になったら。客と売り主の関係でもないんだよね。そういう関係ではない。関係ないんだよね。でも、まだ払ってない。払ってないけど、一応、俺のハンモックね。うん、そう、昨日、払おうとしたら、もういいよって言ってくれたから。言ってないか。言ってないよ。今何の話かな。はい、ハイカータイム。じゃあ、ちょっと、貼っていきたいなと思います。これ、端っこと端っこを出して。うん、閉めとかなくて。あ、違う違う違う。開けちゃってると。開けちゃってますね。うちこれね、ダブルゲートのサックだからさ。うん、はい。これもう、両方開けちゃってる。あ、なんかどっちかに。そう、どっちか。ちょっと待って。どこの製品ですか？アシスタント、あゆみちゃんちょっとこれ。アシスタントの。アシスタントのあゆみちゃんちょっとこれ。あゆみねさんが。これ取り直し案件だから。ちょうどだから、さっきの挨拶の後に、ハイカータイムが入って、リテイクだから。リテイクで。いやそうやって戻してからなんや。多分こっちは閉じといて。閉じといて、これ生地としては繋がってるんですか？うん、繋がってない。分かれてる。あ、うん、だけど、はい、だけどもだけど、なんだっけそれ。小島よしお。小島よしお。おっぱっぴー。そうだ。オーシャンパシフィックピースね。おじゃ、懐かしい。いいね、触って。はい、これで。はい、こっから。こっから。はい、こっからスタートで。はい。はい、じゃあ。ガチン、ガチンコとかないの？ガチンコ。ガチンコとかないの？はい、せーの、カチン。ハイカータイム。オッケー。はい、これはね、はい、うちのはね、ダブルゲートのサックに入ってるから、はい、まずこれはね、開けるの一番最後。あ、一番最後？そう、最初になんか釣りストラップをつけた方が。あ、へぇー。はい、そうなんですね。何これ、やる瞬間になったら急に風吹いてきたんだけど。めちゃめちゃ風吹いてる。電気持ってるね。風防が。ほな、こいつを、うん、こういうことですよね。そう。そうで、これは、はい、うちのは、1.5 メートルって、こう、釣りストラップが長いのね。はい。長いイコール、はい、結構太い木まで大丈夫だったりする。結構釣りストラップが短いと、はいはいはい、届かないとかなんだけど、長い。で、長いから、崩壊してるよ。崩壊してるね。ちょっと。あとはまあ高さ的には目線の高さぐらいで。目線の高さぐらいで。うん。はい、で、これくらい。大吉さん足踏んで。オッケー。長い場合は、はいはい。二重巻きにしてあげれば。はい。なるほど。うん。これぐらいだったら二重巻きでいいんですね。うん、これくらいの太さだったら。なるほど。これなんかスマートでしょ？あ、いい感じですね。そう。これでいこう。そして、完了で。どこに挟んでんですか？ここから。どこに挟んでんすか？これ後でいいから。はい、で、今度そっちを。こっちやりたい。こっちは一通しで多分。オッケー。これぐらいでいいってことですね。うん。純喜自分の目線の高さぐらいだから、もうちょい低くてもいいかも。あ、もうちょい低くてもいい、うん。これぐらいか。うん。まあ、あんまハンモックどうでもいいんだけどね。だいたい顔の高さぐらい。はい。で、しといて、うん。これぐらいで。うん。これだったら。ひと巻きと OK でしょ。はい。で、これ設定したらもうフリーにしちゃっていいから。はい。こっから、こっから、はい、うちこのループエイリアンっていう。ループエイリアン。うん。このカエルの。あ、顔が。顔の目と口みたいなね。うん、こうして。大きいところ通して、こういう使い方する。へぇー。これ 6g だから、普通のカラビナとかって 24g ぐらいの。とか 25g ぐらいで言うと、これ1個6だから、2つでも 12g だから。軽い。軽いんだ。で、ここで初めてダブルゲートの意味があって、これで、はい、これが、もうスル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 。
ここは。なるほど。これの利点だと、はい、雨の後とか下濡れてる時に、はい、ハンモック地べたに引かなくていいっていう。へぇ。ちょっと待って、その時も。なるほど。この間思いっきり地べたり地滑りしながら預けてた。間違えてたんですね。これぐらいですか？うん。で、こっちも、これ大体桃ぐらいの高さでテンションすれば大体。これ S 割って桃のぐらいの高さ？うん。普通に張った時に、桃腰ぐらいの高さで、やれば座って、はい、で、それからちょっとテンションかけていくみたいな。うん、うん、うん、うん。これで。あ、これで最終そこで調整かけて。最終。で、これで、純喜の、そこ立って、まあ、桃腰ぐらい。桃腰ぐらいで。もういいんじゃないこんなんで。こんなもんで。これで座ってみて、はい、これでちょっとお尻つくかな。もうちょっと上げた方がいいかも。ドスーンとかならへんね。うん。まだついちゃうか、ちょっとね。あ、そうですね。した場合これでもうちょっと上げてあげる。こっちも上げる。うん、こっちも。これはどっちにこれただ引っ張るだけ。これフリクション、その抵抗でやるやつ、固定するやつなんだけど。これこっち立つと大体桃腰ぐらい。だからこれで多分ちょうどいい。あ、すごい、ちょっと高くないですか？大丈夫大丈夫。沈むから。あ、いいよ。これくらいでも。わぁ。これね、ハンモックってあれなんだよね。俺、シェルターメーカーに8年間勤めてたけど、はい、テントの中で爆睡できたことないの。あ、テントを売りながら。はい、でも、ハンモックだと山で爆睡できるの。俺ね、これ分かったの。これね、なぜハンモックで寝れるかっていうと、はい、ハンモックで寝ると、子供の頃お母さんのお腹の中にいた頃を思い出すわけよ。こういう緩やかなこういう、はい、揺らぎが、はいはいはい。だから眠れるんだよ。この心地よさが。知らんけど。知らんのかい知らんのかい知らんけど、ゴミつけときゃいいわけでしょ。なるほどっすね。突発的に、ね、反応で出てもうた。なるほどっすね。いやでもなんかやっぱテントで寝てたらこうマットの、ね、うん、調子とかにもよりますし、うん、背中やっぱ痛くて、うん、でハンモックで寝たらやっぱ寝起きすごく全然違うかったですね、うんうん、だって天板だとまずフラットなとこ探すけど、うん、ハンモックの場合だと下でゴボゴだろうが濡れてようが何だろうが関係なく、うん、この中でこの世界の中でフラット作れるじゃん自分で、はい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 、それは眠れるよね。いいわ。もうちょっと低くてもいいのか。そうっすかね。ちょっと立ってみて。ちょっと高い。ハイカータイム。こんぐらいで。じゃあ、これだけで気持ちいい。確かに。で、寝るときに、靴脱いで、はい、まっすぐ寝るんじゃなくて、はい、ちょっと中心点、腰を軸に、ちょっと中心点ずらしてあげると、フラットが作りやすくなる。寝方もあるんですね。寝方もある。ただ、まっすぐ寝るんじゃなくて、はい、これだったら、はい、ここ軸にして、ちょっと、45度とまではいかないけど、はいはい、足をこっちにずらす。頭をこっちにずらす。太方がフラットが作りやすいのね。ただ寝るとこうなっちゃうけど。気持ちいい。確かにこのままこういう風に寝るよりは、なんか、そう、腰が安定感がフラットになりますね。へぇ。これってこうなるもんなんですか？うん、こうなるもん。だから、うちハンモックって幅カスタムオーダーでやってるのね。はい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 、で、みんな幅広いのが欲しい。それの方がゆったりできるかなと思うんだけど、はい、幅広くなればなるほど、こういう無駄が出るから。これも切り取りたいぐらいな感じじゃないけど、ここをこれ重さだから。なるほど、ね、無駄な重さだから。はいはいはい、UL できるんだったら細いの。確かにそうですね。ちなみに夏目明オーダーしたけど、え、これですか？うん、ハンモック。ハンモック、うん、え、マジっすか？してるけど、あいつカリッカリにちっちゃいのオーダーしたから。こんなになるやつ。いや、別にハンモックにそこまではみたいな感じだけど。ハイカータイム。これちなみに プラスこの PB タープもなんか上につけたりとかして、うん、リッチライト持ってきた。え、リッチライトもある長いの。あ、なんだろう、この間教えてもらって何とか作りました。本当に10メートルぐらいのがないと。あ、無理ないな。まあでもなんか5メートルぐらいになったら2個連結するけど、1本長いリッチライトコード持ってる人いないよね。アイミン持ってないよね。リッチライトね。これが一番長い、まあ、これ一番長いんだったら、これが一番長いかな。
ハサミもないもんね。ごめん。あ、ハサミあります。あ、下いいよ。下一番なんかシンプルなプロジェクトノートとか やるんだったら、ハイカータイム。OK。OK。よし。これやればひとまずね。ハサミないときは。かっこいい。大事だから使えないじゃん。かっこいい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 。これかっこいい。かっこいい。かっこいい。クラフトマン出てる。クラフトマン出てますね。かっこいいわ。出てる？うん。バカにされてるんじゃないよね。そのなんか貧乏っぽい感じのライターで切ってかっこいいって。かっこいいわ。こういうのやりたいな。これかっこいいんだ。うん。ちょっと、うちのお客さんにもちょっと自慢するわ。かっこいいんだよ、これ。って。お前ら知らんけど、これめっちゃかっこいいんだよ。あ、それ、あ、マジか。これ、この間 YouTube で見た、ジャキさんのチャンネルで。見た？いや、普通の。横に引っ張っても。そうそうそう。あれやけど、このプロジェクトノートっていうやつ。あ、そう、自分でできるんすね。うん、いや、こんなもん、ただもう、こうすればいいだけね。これで、うん、ちょっと今汚いけど、これやると止まるけど移動はできる。ちょっとやりたい。シックスムーンの玄関ね。シックスムーン。あ、シックスムーンの玄関これついてる。プロジェクトの。あ、ほんまや、引っ張るといけないけど、こうやると進むんすね。そう。移動はできる。すごい。じゃあここにいろいろかけれるんだ。そう。だから、タープやるときも、うん、要は、ここに絡めだから両サイドこれつけときゃいいだけの。はい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 。あれでさ。これをだから3回ぐらい。はい。もっと本当はちゃんとに綺麗にやれば、もっとかっこよくできるんだけど。はいはいはい。まあ即席でもさ、ライターでやって、これで。いいですか。これやればこれが、簡単にこうやって移動するのに。すげえ。止まる。これも、これと一緒でフリクション、摩擦系っていうのは、はいはい、あの、結び目じゃないから、こう、強度をスポイルしないんだよね。うんうん、釣りとかもそう、ほとんど今、釣りってあんまり結束ってしなくて、こういう摩擦系ノットっていうのが多くて。はい、で、もしも、一番シンプルにコード少なくやるんだったら、はい、ひし形に貼るのが一番いいから、うん、もしかしたらそっちが継ぎ足しやってるからコードが短くなっちゃうかもしれないけど、要はこれで、裏を作った。はい、まだ吹いてきた。また吹いてきた。これハンモックのうちね、撮影やるときもいつも風が強くて、なぜか。で、これの対角線で、はい、対角線か。はい、で、これ下準備さえしとけば、あ、結構イージーに。そう、うん。で、これも、こっちじゃもうちょっと。なるほど。これでテンション上がれるんだ。そう。へぇー。で、これでセンターの位置出してあげて、はい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 、あとは1メートルのコードで、はい、ここをひとまずセーフダウンしてあげて、はい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 、で、やれば一番簡単な。へぇー。で、好みだったらもうちょっとこれ下げて、こっちの下に下げてあげても、タープの位置を下げてあげてもいいし、はいはいはい。要は1本10メートルのコードがあって、あって1メートルのコードが2本。そう、ちゃんと準備しとけば、パッパってできちゃう。いいよ。楽でしょ、これだったら。これ楽っすね。ハイカータイム。もうひとまずこれだけ。ね、完成しましたね。あっさりはね。うわぁ。もっとほんとは低くした方がかっこいいかもしれないけどね。そう。うん、いい感じっすね。なんかモロッコブルーと赤ってなんか純金っぽいね。いいわぁ。めっちゃ気持ちいい。やっぱ上にタープあるのってすごい安心感またありますね。そうだよね。お母さんのお腹の中感出せるよね、さらにね。血液の色だった。血液の色だし。なんかのフェチっすか。お母さんのお腹に帰りたい感が。気持ちいいね。りょうくんのアングルがさすがすぎるわ。JK 目線でさすが。こんな感じですね。
体内に入ると体内に入るとちょっと薄く血液の感じも味わえるまあちょっとあの手のひらを太陽に透かしてみればかんだよね、うん、バカンですねオケラだってねそうそうそういいわ僕の血潮感血潮感血潮吐くまあそういうもんだからタープってのタープハンモックってのは生きてるっていう実感をね生きてるっていうそう実感、うんうん、だって今宙に浮いてんだよお前、うん、いやほんまそうだ、ね、確かに宙に宙に浮いてるんだよこれもう地べたなんか寝れないでしょいやほんとね、うん、これはいいわえこれで実際もっとこう例えば寝るってなったりとかしたらこれフォルム変えるんですかちょっと、うん、でもシングル貼るときはもう雨降らないっていうときだったら別にシングルでまあもうちょっとあのそよ風だったり、はい、基本的に沢とかでやったりすると、はい、沢って沢風っていうのが上流から下流にかけて、はいはい、ゆったり湿った空気が流れてるから、はい、やっぱ絶対タープ必要なんですびしょびしょになっちゃうから、うん、そういう時は低くして沢の上の方のやったけ下に下ろして、はい、壁だけ作るっていう場合でもいいし、うん、本当にもしも2泊3日でハンモックで行くとかいいんだったら、はい、80とか10のもっと大きいタープを持ってった方が完全にくるんだりもできるし 8×10 ぐらいの大きさですねでも1泊2日で低山でとか、うん、ハイキングとか言って雨降らなそうだなぐらいだったら、うん、1泊2日だったら死なないじゃん、うん、雨降ったところで確かにそうですね、うん、十分楽しめますねいや仮にもしもこれでめっちゃ土砂降りになったって言ったら、うん雨具着て寝る、雨具着て寝ればいいんじゃないなんか雨具着てこううつ伏せになって寝ればなんか朝までなんかなんとかなりそうじゃない配下タイムで、あと、はい、やっぱりここでこのダブルデートのタックって、はい、ここに入れと縫い付けてないんだけど、はい、まあここにこうやって置いとけるからなくさないし それは確かにおっしゃる通りだわで、撤収するときはこれ外してここ開けてここからタクシー開けていけばいいだけだから、はい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 、結局ハンモック地面に置くことがないわけようんそうですねそう確かにそういう面でも本当もう地面を全くつかずつかず、うん、こっちは閉じたまんまあね使い始めてこれでこうやってやっていけばいいでしょはい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 、はい、ここは外ここは外してこれでああいけばいいだけだからそっかそういうことですね、うんどっちか絶対ついちゃうかなと思ったんですけど、こっち外してからそのまま入れていっちゃったらいいですもんね。そう。うん。確かに、そうか。そんな感じ。はい。ありがとうございます。まあ、所詮こう、ただの2枚の布だったら。よう言いますよね。シェルターみたいにああいう、はい、あの、うんうんうん、そこまで複雑なものじゃなくて、ただの布だからさ。はい。ありがとうございます。そんな感じです。はい、そんな感じで今日はですね、うん、あのジャキさんとそして京都の愉快な仲間たちのあの自転車で、いい感じの旅させてもらって、そこからハンモックを、いろいろ教えてもらいました。というかちょっと準備が悪かったよね。まあでもコード持ってきてないとか。でもこれここでまあ UL ハイカーのね工夫がやっぱ生きてるなって。そうだね。まとめるね。そういうことだから。さすがやな思いましたよ本当、うん。ね。とっさにね。すぐこうライターでね、3メートルのコードしかないのつないで10メートルにするとかね。さすがやと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあちょっとジャキさんのね、チャンネル見に行ってもらうとね、もっと詳しく載ってると思いますので、ぜひそちらも見てください。よろしくお願いします。はい、概要欄載せておきますので。やってみたかった。やってみたかった。はい。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。はい。ハイカータイム。撮影終わりに楽しむりょうくん。ああ、いいっすね。いいよね。りょうくん、ハンマックほんま似合うよね。ホンマック。うん。ホンマックっすね。ホンマック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 。ほんと似合うよね。ハイカータイム。ハイカーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。僕はハイキングを純粋に楽しむと同時に、道具を軽量化する工夫や、一つの道具で二つ以上の役割を持たせようと考えを巡らしたいと、ハイキングをウルトラライトで実践しています。そしてそのウルトラライトの思考が自身のライフスタイルをよりシンプルにしていくベースになると考えています。そんな日々からですね、生まれたアイデアや考え方などを、ハイカータイムを通じてアウトプットしていきますので、
動画をご覧になり興味深かったと思った方は高評価のいいね、そして動画内で解決できなかったことや質問や感想など、またハイカータイムで取り上げてほしい内容などありましたらぜひコメントをください。そしてハイカータイムの動画をですねすぐにお届けできるようにチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんのサポートに感謝です。ありがとうございます。それでは良きハイキングライフをお過ごしください。それではまた。